あの星バーの顔にカメラがついてて初めて見た時ちょっとホラーチックでそうだよね結構怖かったです最初は具体的に聞いていいですか体があって顔になんかその棒みたいのが刺さっててそこにカメラがあるんですけどまずそのカメラが星バーの目線になるので普段はカメラ見ちゃいけないんですけど 逆に見ななくちゃいけないけので最初はすごく戸惑いましたカメラを見る違和感あとカメラの上に毛が生えているみたいな感じだったんで <laughs> なんかなかなかこの環境をこう何かなじむまでは時間がかかりましたがまあでもあのお芝居を、えー、俳優部としては。 こう最初から最後までのこのワンシーンをこう一連でできるっていうのは楽しいですね。すねす緊張感はすごくあるんですけどみんなでこう同じ方向に向かってこうクッっていうなんかその緊張感となんか程よい興奮みたいなのはすごくあの面白かったですね。車椅子を押すっっていう係だったのでその まああの要は芝居だけじゃなくてその撮影部の方たちの目線でやカメラワークっていうんですかねこのカーブでこうどう見たらそのあの水族館のクラゲの,あの丸い水槽が美しく見えるかとかガタンがあるんですよそのガタンを避けるっていう<の> <laughs> ガタン酒みたいなのことにもすごい集中したりとかして、なんか役者以外の角度から考えられたのはすごくあの勉強になりましたね。絶妙にねムカつく感じなんですよど <laughs> <laughs> 役としてですよね。そうです役としてますもちろん。なんかそれがねすごい私も息子いるんでもう本当にね助かりましたね。すぐオカンスイッチが入るっていうかうんすごい助かりましたはい。 役の上だと思いますがやっぱりとの絶妙なムカつく感じっていうのでもなんかそのすごい本当にやっぱりみさんは何をやっても返してくださる方なので、えー、その何回も何回もあの回数を重ねていくうちにこれもやってみようかなどんな反応するんだろうなっていうのですごいなんかすごい楽しい時間でしたずっと。えー